こんにちは、もぐらだもぐぞうです。今日はですね、自分銀行の振り込みをちょっとやってみたいと思います。前回自分銀行同士の振り込み、こちら何回やっても無料ってことで振り込みやったんですけども、今回は他行に振り込みたいと思います。こちらもぐぞうのセブン銀行に、振り込みたいと思います。もぐぞうの場合、セブン銀行他行の振り込みは1回だけ無料になります。それはですね、スマートフォンアプリにログインし、画面下部中央のカードアイコンをタップしますとマイページに飛びます。このマイページ内の自分プラスのところを見てみますと、ここに書いてあるんですけども、他行宛て振込手数料無料回数1回となってますね。ですから1回なら無料になります。ですのでセブン銀行に振り込むとき、1回無料になるので、そのやり方を、やってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、この自分プラスについては、また次回機会がありましたら説明しますけれども、このところでは自分プラス簡単なことが書いてありますね。自分プラスは1からプラス5までございまして、それぞれのステージに合わせて、サービスを受けられるサービスですね。例えばATM の、入金手数料が無料回数が何回でも無料、それから、こちらプラス3の場合ですね、 ATM の出金手数料は月4回まで無料で、今回他行宛て銀行手数料ですね、無料回数が1回あるってことです。これが自分プラスというのが、特典ですね。で、自分プラスのそれぞれのステージの、説明なんですけれども、こちらがそのステージの説明画面になります。これちょっとまたこちらの方に貼り付けておこうかなと思いますので、それをちょっとちらっと確認してみてください。今回の自分プラスの説明ではなく、振り込みの、やり方に戻りたいと思います。画面をちょっとトップに戻しまして、この真ん中のところですね、口座番号振り込みのところをタップします。ログインパスワードを求められますので、ログインパスワードをここに入力します。ちょっと隠させていただきます。で、ログインパスワードを入れたらログインを押します。次は、この画面になりますので、これですね、振込先を自分で手入力したいと思います。本当は振込口座は登録してありますので、木造の場合そこを登録してある口座をタップすればいいんですけれども、今回はあえて、手入力で振込先を入れるやり方をやってみたいと思います。ここのページに飛びましたら、まず他の金融機関というすべてのところを選びます。あとセブン銀行ですので、1文字目こちらセを入れますね、セブン銀行ですからセを入れます。そうしますとセという、頭がセの銀行が結構選ばれるんですけども、その中からじゃあまずセブン銀行を選びます。続きまして、今度は振込先の支店名ですね。木造の場合はセブン銀行のポインセチアっていう支店なんですよね。このポインセチア支店を、だからポか、頭文字ポ、一文字を入れます。ポですね。で、ポを入れますと、もうポインセチア支店に行きますね。そしたら普通預金で口座番号を入れます。ここも失礼ですが隠させていただきます。オールセブンで、で入力キーボードもちょっと隠させていただきまして、口座番号を入れます。押すと、口座の名義が出てきて、一応もぐらだもぐぞうとなってます。で、ここで、再度確認、間違いないということで、確認しまして、飛んで、今度は、入金額入れますね。これ、額が161,215円ありますので、そうですね、ちょうど12万円にしたいと思います。これ12万円にすれば、一応ステージ3ということなんで、自分プラスがですね、
これまた後で別の動画で説明したいと思いますけど、まあ、今回は12万円にするんで、ここのところを41,215円ですか、これを、振り込みます。で、振り込み内容任意なんで、ここはちょっと飛ばしちゃってもいいんだけど、どうしようかな。せっかくだから、なんて言えようかな。じゃあいいや、どうぞとでも入れておきます。どうぞですね。まあ何でもいいんですけど、どうぞ。でこれどうぞをカタカナにしなくちゃいけないから、この辺ちょっと飛ばしちゃってもいいんですけどね。はい、まあいや、これで次へ押します。そうすると確認画面が出てきますね。振込日時と、モグラダモグゾでセブン銀行ポインセチア支店とで41,215円で、手数料ここを見ていただきたいんですけど、0円、無料になってますね。無料ってことで。はい。で、依頼人の名前は当然、モグラダモグゾーで、振り込み OK だったら OK を押します。そうすると、もう一度確認画面かな。あ、今日の日付と振り込み。今日、1月12日、先週の日曜日なんですけども。で、まあ、メールアドレスもあれから、ここを隠させていただいて、でこれで振り込みが一応終わりましたということで、で元の画面に戻ると、はい、12万円残金が残ってます。でこれタイムラインちょっと見てみますね。そうすると41,215円振り込まれました。これモグラダモグゾのところに、まあ、本名があるわけですけども、まあこんな感じで後でまた説明させていただきますけども、これで振り込みのやり方は終了です。で実際にまあ、セブン銀行の方に、これすごいんですけど、本当にタイムリーで振り込まれてますので、ですからこれ日曜日のお昼頃振り込んだんですけども、12時、50何分に振り込んでるんですけども、ちゃんとその時間に、休日なのに振り込めてます。またそれも確認したいと思います。では一旦スマホの方は画面戻しますね。それでは結論です、自分銀行は自分銀行同士の振り込みはいつでも何回でも無料です。他行宛ての振り込みに関しては自分プラスのステージにより無料回数が異なってきます。振り込み手続きは24時間365日可能ということになります。以上となります。ご清聴ありがとうございました。また次回の動画も乞うご期待となります。よろしくお願いします。モグラダ木造でした。